乾式化合物とは、主に有機化学において構成する原子が、環状に結合した化合物のことである。乾式化合物には、芳香属化合物であるものとそうでないものがある。一つの分子中に一より、多くの環が存在する化合物は多肝式化合物と呼ぶ。環の大きさは三原子からなるものから、多くの原子からなる環まで様々であり、環の種類は、 全ての原子が炭素であるものや原子が全て炭素以外のもの、炭素と炭素以外の原子をどちらも含むものがある。管の大きさ、缶を形成する原子間の個々の結合の結合次数、管内でのそれらの配置に依存して、炭素缶及び複素缶式化合物は、方向属、または非方向属となる。後者の場合、缶原子缶の結合は、完全に飽和されたものから、 様々な数の多重結合を持つものまで様々である。また、肝を構成する、原子数が12を超えるものは、大胆肝化合物と呼ぶ。肝を構成する原子の数のことを肝因数という。例えば、ベンゼン環は6個の炭素で構成されているので6、胆肝と呼ばれる。環式化合物は、以下のように分類することができる、ディークマン平肝反応有機化学では、肝を形成する反応を、 閉館反応、館を開く反応を開館反応と呼ぶ。閉館反応の例、開館反応の例、マーチ、ジェリー、アドバンストオーガニック・ケミストリー、リアクションズ、メカニズムス、アンドストラクチャーニューヨーク、ワイリー、ISBN0 から471854727。会員図、通信用語の基礎知識。2016年9月13日閲覧。ありがとうございます。